富谷ジャンクションは、宮城県富谷市にある、東北自動車道と仙台北部道路のジャンクションである。宮城県仙台市は、仙台駅周辺市街地をはじめとして、国道4号、仙台西道路などの幹線道路に、慢性的な渋滞が発生している。理由は、東北地方を縦貫する道路が主に、 東北自動車道と国道4号の2本しかなく、どちらも仙台市中心部を通過する経路となっているためである。そこで仙台市中心部への車の流入を回避する目的で仙台市中心部を取り囲むように仙台南部道路、仙台東部道路、仙台北部道路を連結させたことにより、有料の自動車専用道路の環状線、 仙台都市圏環状自動車専用道路が生まれた。東 JCT はこの環状線のうち、東北自動車道から仙台北部道路に分岐するジャンクションである。2010年3月27日、仙台北部道路リフシラカ市大インターチェンジ富谷ジャンクション間が開通した。これにより、東北自動車道と三陸自動車道が接続され、すでに全線開通している。 仙台南部道路と合わせて仙台市を取り囲む自動車専用道路の環状ネットワークが完成した。この環状ネットワークの完成により仙台市内はもとより東北地方内の物流の時間短縮効率化が期待される。例えば東北地方内に進出しているトヨタ自動車関連産業の工場のうち岩手県伊沢郡金ヶ崎町の 関東自動車工業と宮城県黒川郡大平村のセントラル自動車の完成車などは、この富谷ジャンクションで仙台北部道路を利用し仙台港で船積みされる。広域的には、内陸を走る東北自動車道と比べて、陶器の積雪や路面凍結による通行止めの心配の少ない常磐自動車道を経由した首都圏方面への 太平洋沿岸バイパスルートの起点となる重要なジャンクションとなっている。なお、仙台都市圏環状自動車専用道路内の通行については、内回り外回りいずれを通行しても最短距離となるルートでの課金がなされる。なお、西側に設置された富谷 IC 方面から東北道には接続しておらず、仙台北部道路三陸自動車道とのみ接続している。 東北自動車道へは、従来からの泉インターチェンジもしくはタイは、インターチェンジを利用する形となる。東 JCT は、東京都宮間の2つのルートの合分流ポイントとなるため、仙台北部道路リフ方面東北道森岡、方面相互間のランプウェイはカーブが緩やかに建設されているが、 一車線分の舗装しかされていない、橋梁部の幅が一車線で建設されているため、車線増設のコストは、仙台北部道路のリフ JCT より高い。ありがとうございます。